んばんは。おかえり、みんな。おかえりなさい。お、あきらくん、くまさん、ありがとう。おかえり、みんな。イベント挑戦中ですが、なんと今日の配信を終えたらあとラスト1日です。長いようで短いけど、短いようで長かった1週間でした。ありがとう。今日も劇場公演があって、朝配信して公演あって、吉野とのコラボ配信があって、お家に帰ってきました。としちゃんありがとう。クマ、皆さん、この片手を挙げている黄色いクマのギフトが、数も投げてくださった人数も、ランキングに入る一つの大事なキーギフトなので、あたっちゃんありがとう。皆さん最後までね、たくまくんもありがとう。諦めずに私も楽しい配信をお届けするので、まだまだ諦めません。8位で1位目指して、目標はもちろん1位です。この連続ドラマをゲットして、みんなのお家でも、お家のテレビでも、みんなにこれが推しメンだぞって思ってもらえるように、届けられるように頑張る。あ、2位の軍団 A、 あとゆかりちゃんもありがとう。くまさん、本日は公演でお疲れモードです。あ、今日のあれ送るわ。今日のお弁当、今日のお弁当美味しかった。今日の公演の時のお弁当、ハンバーグとチキンとヒレカツの選択肢があって、私はこれにしました。見てみて、美味しかったから、ただの自慢メール、メール送った。こんばんは、みんな。ちょっとね、ほんま23時から始める予定やったのがちょっと巻きになったので、来てくれるかな。本当はね23時からやったけど、まあ、24時までっていうのがちょっと遅すぎたなと思って、早めにできそうだったのでちょっと早めにしちゃいました。こんばんは、おかえりなさい。皆さん、お疲れ様です。今日の髪型はハーフツインでした。ハーフツインのデコ出し、ほんまね前髪が置いてあってんけど、出ててんけど、ちょっと邪魔で入れてもらった。出してみようかな、さっき親指を。あ、アイスマンありがとう。クマありがとう。クマハーフツインやけど、ちょっと可愛いハーフツイン。でも前髪はねアレンジで上げております。だから今日の正解者は、髪型いいねチャレンジの正解者はハーフツインか前髪アレンジ。やっぱチリッチリ、ちょっとなんかほら、ちょっとなんか垂れ耳っぽいハーフツインです。やばい、ボッサ久しぶりにアレンジしたの。最近ね普通にストレートか外跳ねかって感じです。よいしょ、
邪魔であげちゃった。あ、リンゴパンチありがくま。ほら見える、ここにハーフツインがいるの。ということでいいねチャレンジしましょう。 X 見せてもらおうじゃないか、みんなの答えを。うわ、X が重い。スタート。ハーフツイン。おお、ポンピン。聖徳太子ヘアとはポンピン。あ、大空くん、クマありがとう。ハーフツインと予想、ポンピン。クマヘアだって、ブブークマさんね、このクマギフトにかけてね、さすがにしませんでした。それはクマギフトは欲しいけどね。あ、美味しそう、たこ焼きゆずし、美味しそうな写真付きで。お次、下の方で小さいツインテール、ブブー。デコ出しストレート、ブブー。あ、今日こそストレート、ブブー。おちょんぼブブー、ポニーブブー、超絶かわいいお団子ブブー。今日暑かった、なんかもう暑かったね。帰る間際は寒かったから、さっきボサボサすぎ。でこだしおちょんぼブブー。あ、左手あげてるクマちゃんに習って、左手左おちょんぼブブー。あ、ヤギちゃんありがとう、クマありがクマ。続いて、あ、おでこ出しストレートな気がするけど、逆張りでハーフツイン正解、ボンピン。クマちゃんヘアブブ、ポニテルブブ。あ、三つ編み、編み込みみたいなやつって、うん、ブブ。お団子ブブ、お茶もブブ、ポニーブブ、ストレートブブ、おちょぼブブ、チョボツインブブ。写真と同じ、違いました。クマさん一択ブブ。ストレートブブ、今日こそはポニテルブブ、前髪なしのストレートブブ。前髪を編み込みのおろし髪、あーブブ。ちょっと編み込みしたやつブブ。クマさんしなくてやつするの、しません、ブブ。見た目ブブ、時期的にクマブブ、お茶もブブ。今日はクマさんブブ、お団子ブブ、おでこ出しが大好き。おでこ出しは、あ、おでこ出しはおでこ出しなんだけどね。まあでもいっか、今日はなんか謎の基準、ポンピン。三つ編みブブ。あ、6月一発目だからおちょんぼブブ。ハーフツインポンピン。ハーフツイン今日は可愛く、すごい。外羽ブブ、ストレートブブ、ポニーテールブブ、ハーフツインポンピン、ポニーブブ、ハーフツインポンピン。おちょんぼ黒かった。デコ出しストレート、外羽ブブ。あ、仕事したら送り忘れましたって。でもちゃんと連絡くれたので許します。ストレートブブ、返しギリギリポニテルブブ、ハーフアップブブ、巻き巻き、あ、巻きなんだけどね。まあ、いっか、今日はポンピにしよう、優しいから。今日は優しい日。ポニーブブ、クマさん耳ヘアブブ、おでこ出しの外羽ブブ、ストレートブブ、ツインテブブ、リベンジおちょんぼブブ、前髪ありのストレートブブ、三つ編みツインブブ、ハーフツインポンピン、デコ出しストレートブブ、デコ出しの編み込み、あ、惜しい。まあ、いっか、ポンピン。おちょんぼブブ、デコ出しおちょんぼブブ、ハーフツインポンピン、ストレートブブ。ウェーブをかけるかなって、まあウェーブかけたからポンピンしよっかな、今日は優しいので。デコ出し弾丸ストレート、あ、弾丸じゃないわ、デコ出し、あ、弾丸か、弾丸です。ストレートおちょんぼブブ、ハーフツインポンピン。前回はウェーブだったので
おちょんぼかな、ブブー、おちょんぼしかないでしょ、ブブー、デコ出し片側編み込みの耳出しヘア、ブブー、よくやるけど、デコ出し外羽根、ブブーでした。今日は優しいので優しめ採点で行かせていただきました。待ってね、あ、X が重い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14人、14人です。今日はちゃんといるんだよな、ほらここにいるでしょ。あ、普通に対戦ありがとうございました。ほんまはもう全部入れようかなと思ったけど、なんかさすがにちょっとチキっちゃったぜ。チキン、こんばんは。日和っちゃいましたって、日和りたかった。胸ぐらをつかまれて強烈なパンチ、おーだっけ、リベンジャーズ。皆さん今日は私はちょっと元気ないんです。リンゴパンチ、コマさん、クマさん、ありがクマ、なんでかってへこんでるの。ね、何があったって全部を話せるわけじゃないねんけど、ちょっと話そうかなって、まったり語る配信にしてもいい？ぐっちかちゃんってほどでもないねんけど、ちょっと一回この前髪だけ止めるわ、恥ずかしいわ。こんな 1% でいいから話してみて。先生いる、優しい。うん、あのね、なんかゆうたくんありがとうね、くま、ちょっとあのくまさんは途中で挟むかもなんですけど、いた。うん、ブチギレじゃない、全然怒ってるとかじゃなくて、へこんでる。よくないんだけどね、へこんだり落ち込んだりするのって。っていうのもなんか自分の無力さを感じて、なんか自分の夢のためにグループに入ってこう活動してきたけど、まあ、副リーダー16歳で選ばれて、まあ、1回外れて、でまた副リーダー任命してもらって、でリーダーっていう立場になってから、なんか自分の中で優先順位がどんどん分からんくなって、でもちろんね、その責任だったりで新公演を終えてリーダーっていう立場のより責任と覚悟をこう痛感して、でよりもっと頑張ろう、チームのためにもっとチームを良くするために頑張ろうって思ってきたけど、なかなか自分の思うリーダー像になれんくて悔しい。で、まあ、中にはね、もちろんチームのことを考えるのも必要だけど、松本千佳子個人の夢も大事にしなよって言ってくれる人もたくさんいて、それはね、応援してくれてるファンの人みんなそうやねんけど、でもやっぱりこの立場にいる以上は考えちゃうじゃん、もっと良くしたいけど、まあすでにね、もう十分いいのかもしれないけど、もっとよくできるって分かってるし、あの前回の公演の締めでも話してんけどさ、2年新公演経っていい意味で肩の力が抜けてる今。ただその肩の力が抜ける方向を間違えちゃうと慣れにもなっちゃうわけで、その2年前の幕が開いた瞬間にめちゃくちゃ良かったよって、最高だよ S 公演って言ってもらった声がたくさんある事実があるからこそ、1年経って2年経ってやっぱりそれとね比べられる時も
あるわけで、なんかその中でいいって言われたものが、それがさ初日が最低ラインだったとしたら、そっからその上を行かなきゃあかんしっていうのもいろいろ考えて、でも今日の公演でファンの人がたくさんね、楽しかったよって、今のチームス本当に大好き最高って言ってくれたり、初めて来た人がめちゃくちゃ感動を伝えてくれて、もうそれにめっちゃ泣きそうになって、まあいろんな意見があるのは当然で、いいって言ってくれる人もいれば反対に悪いと思う人もいて、全員100人いたら100人いいっていう風に言ってもらうのって難しい。ただ今日の公演を見て帰っていってくれたファンの人がそんな温かい言葉をかけてくれたことがすごく嬉しかった反面、まあいろいろあってもっと頑張らなきゃなって、もっとみんなを引っ張っていかなきゃダメなんだっていう責任も感じて、でもそれは、まあ、自分のね、まあ、の性格の問題もあると思う。やるからには完璧でやりたいしってあって、全然病んでるとかへこんでるとかじゃないけど、ちょっとなんか気分が落ち込んで、自分がなりたいリーダー像に全然慣れてないなって思ったり、私が後輩の時に先輩とかもっと偉大でもっといろんな言葉をかけてくれてたな、それを今の後輩にかけてあげられてるのかなって、申し訳なくなって、自分が先輩としてもねっていうので、あーってなって、もう自分全然やんって、やっと一個ついた自信が、自信をかけるのにすごい時間がかかったけど、そのかかったやっとできた自信がこんなにも一瞬でなくなっちゃうんだと思って、あるよ、ちゃんと自分の中でこのリーダー像になりたいっていうのはちゃんとあって、どっかインタビューとかで話しようと思うけど、まあでもそれって年々ね、求めちゃうからさ、っていう風に思って、私はすっごく落ち込んだけど、落ち込ん、そういうね、立場の人がさ落ち込んでてもさダメじゃん、自分に喝入れてっていうのも、あ疲れちゃったって思う瞬間もあって、そう、見る人によっては1回の公演、初めての公演かもしんないし、そういう人たちがさ良かったって思ってみんな帰ってもらいたいじゃんっていうので、なんかマイドリームとかより泣けてきて、もっとね、もっとできる、もっとできるって求めすぎちゃう自分と、こう自分が思ってても思うようにできない自分が情けなくて、うるふるってなったんですよ。そう、ありがとう、カンドリさんと赤シャツもありがとうね、悪魔さん。悔しいよねって思って、ただもちろんチームとかね考えることも大事やけど、みんながいつも言ってくれるように、自分のね幸せもつかみたいし、もう優先順位がどんどんわからんくなるし、迷子になっちゃうの。正解が分かんないからね、しかもなんですよって思うとね、ポロリンチョってしちゃうんですよね、お目目から。難しいよねこれって、かける人の言葉も難しいと思う、みんなも
ていう、なんか自分の無力さに対して悔しくなっております。今見て、危ない危ない危ないだから今回のねイベントも挑戦しようって思ったのは、自分の叶えたい夢をねやっぱりみんなと叶えたいなって思ったからなんですよ。嬉しい嬉しいね今話しちゃったからさ、ちょっとみんなに語弊があるように伝わってたら嫌ねんけど、そう一人じゃないんだよ自分は。ただ自分が迷子になってたらみんなが進む道も分かんないし、で落ち込んじゃダメって思ってもさ、やっぱ落ち込んじゃうんだよね。分かりやすく笑ってよって思うねんけどね。ありがとう聞いてくれて。うん嬉しい。だからさ言ったやん、さっきやっとさ時間かけてついた自信がすぐになくなっちゃうねんけど、みんながあげてくれてる ほらあったかい言葉をみんながかけてくれるから、ああいつもみんながあげてくれるの、自己肯定感。今みんなのコメントを見て感動しています。もっと頑張んなきゃなんだよね。ああもっと頼もしい人になりたいわ。ふっかーさんありがとうございます。ティッシュお弁当メール届いた？美味しそうでしょ。難しいよね欲張りだからさ、全てをさ叶えたいって思うから、チームリーダーとしても頑張りたいって思うし、個人としても。うん、かげちゃんありがとう。個人としてもさ頑張りたいって思うから、ちょっと今回わがまま言ってこのイベントしたいって。やばいんですけど止まんない涙。うん。みんなの温かい言葉で私は今涙が止まらん。ありがとうナビキュー熊さん初見って書いてる。
でもさ、後輩の前だとさ強がっちゃうからさ、強がっちゃうから笑ってる姿を見せたいし、何があっても落ち込んでる姿も見せたくないし、これバンされないよね、バンされないね、映ってるから。ありがとう、みんな本当に、みんなは味方なんだよ。まあ敵なんていないんだけどね、いないけど。もっとさ、パフォーマンスも良くなって、歌もダンスも上手になって、公園でさ、どこにいても目が行く存在にもなりたいし、実力もつけて、もちろん選抜復帰もしたいし、今回のイベントもつかみたいし、なんか自分のやりたいこととさ現実とさ、なんかいろいろ追いつかへんねんけど。やばいやばい、ちょっと落ち着いたかも、ちょっと。やばい、すすり声ブス。しかもさ、こんななんで泣いてるんですかってなるのにびっくりしちゃうから、一回見るわ。あ、まあまあ落ち着いたよね。まあ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 、落ち着いた落ち着いた。落ち着いた落ち着いた。かわいいわ、そう。かわいいわ、それ。でも今、みんな、難しい。私が今さ、全てをさ、全部みんなにぶつけられるわけじゃないから、今ここで語弊がある伝わり方をしてたら申し訳ないんですけど、そう、あの、自分の情けなさに泣いてる。このね、なりたい自分になれなくて、力不足で、実力もね、なれなくて泣いてるんだよって。リーダーとしてもね、個人としてもね。今日の公演をしてより感じて、ただ今日の公演の帰りにみんながお見送りで楽しかったよって声かけてくれる人がたくさんいて、もうそれにも泣けてくるや、もうお見送り中もさ危なかったし、ただちゃんと頼もしいいい後輩たちがたくさんチームにいて、もっとみんなを頼るし、それはメンバーもファンの人もね頼って、まあ一旦自分がなんか分かんなくなってた、迷子に見失ってたけど、そう、頑張るしかないのよ、頑張るしかないんだけど。あ、そうだ、これだ、自分がね、やっと時間かけてさ、みんなのおかげでついた自信をこんな一瞬でなくなってしまうんだと思って、だから今日みんなにこれからも私に自信をください。ありがとうね。ゆうたくんもありがとう。優しい、みんながいつも遠く声とかで聞くよって言ってくれたり
するのが本当に優しい。で今トーク会来てねって落としたら、ありがたいことにトーク会は全完売してて、握手会も。でも写メ会来れるので、写メ会がもうあと少しなんですよ、あの締め切りがね。で、まあ、残り完売が見えてる分もあるので、そっちでも遊びに来てください。写メ会もぜひ。あ、そうそう、6月15の五分があと少しなんですよ。もう泣いてねえよもう泣いてないよ。ぜひやっぱりみんなと選抜復帰っていう夢もね、絶対に諦めてないし、一番ねそれはみんなと叶えたい夢なので、そのなんだろう、だから今回の地上波連続ドラマ出演のこのイベントも、なんかそっちのイベント選抜狙いたいっていう気持ちがあったからこそ挑戦することを悩んでんけど、でも後悔しない選択したいし、なんかみんなと楽しんでやりたいなっていう思いもあって、だから実際この1週間すっごい楽しかった配信ね楽しかったし、なんか一つまた選抜復帰のする起爆剤の一つで、この地上波連続テレビドラマの出演もつかみたいし、もちろんオーディションの場にも行きたくて、だから今こうやってみんなが頑張ってくれて本当に嬉しい。あ、それもあるんじゃない、なんかそれもなんか泣けてくるのかな。明日で終わる、明日がラストのイベントで、ラストデーで、明日は9時から10時が一人たこ焼きもっぱん配信、味比べ配信 で夕方の5時半から19時で、ちょっとここ5時半のなんか前後したんやけど、17時半から、まあ、19時まで私の大好きな同期の荒井由紀ちゃんと一緒にカラオケ配信やリバイバルします。なんかカラオケ配信がすっごい好評だったので、ゆきちゃんと一緒にカラオケ配信して、最後に19時半から20時、まああの1分前やねんけど、ちょっと1分繰り上げて始めて、そこで最後の意気込み追い込み配信をしようと思います。あ、すけさんありがとう。くまロシアンたこ焼きせないよ一人はでもチョコやってみたい。チョコレートが美味しいって聞いたから、チョコレート入れてみたいなって思ってます。そう、でも多分19時59分までなんやけど、最後みんなにちゃんとお礼を伝えたいので、20時ちょっと過ぎくらいまでは配信するかもです。ああ、ありがとう、みんななんか話聞いてくれて本当にありがとうございます。頑張るからね、頑張り方を明確にして、みんなのことこれからも幸せにさせてください。今十分幸せにしてもらってるので。うざ、前髪めっちゃ動くやん、めっちゃ動くんだけど。うん、トライちゃんもありがとうね。まあ壁にぶち当たるのって自分が今を変えようって思ってる証拠だよねっていいように言う。いや、もっとねポロポロ落ちる気がする。ほら、おいおいまだね多分、まあ、頑張ってるの基準とか、いいの基準とか悪いの基準とか、人それぞれ、みんな違ってみんないい。金子みすず、私は空を飛べるけど違う、空飛ぶの鳥。オッケー、なんです、ありがとうね、なんかこんな重い話を聞いてくれて。
いや、この1週間ね、頑張ったのみんなだよ。ちなみに。こうやって応援して、一緒にさ、私がこの時間に配信しますっていうのに合わせてくれて、朝から見に来てくれて、夜遅くまで見てくれて、コラボ配信でギャー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 っていうのを見守ってくれて、いやもうなんでなんでこれけんこれなんでこれミラーボールすんのよ、今ちゃう絶対ありがとうミラーボールいやワンピースだね、もう仲間、みんなはもう仲間だよ、仲間っていうのかな、難しい、幸せにしたい人たちだよね。いやいや、彩香とコラボしたくない、絶対うるさいもん、もうキンキンする今、頭痛くなる、推ししかかたん、ありがとうクマのみのも、彩香からなんか LINE 来てたぞ、おもろいライン来た、リンゴパンチありがとうクマさん、たこ焼き食べたいんだよきっとって、うい、ありがとうございます、まああと30分ぐらいあるんですけど、20分か、ちょっと元気になった、ちょっとだけね、まあ引きずっちゃダメ、はい、引きずらない、本当に、じゃあここで、いやちょっとみんなにご報告があります、実は実はですね、私の憧れで大好きな先輩が舞台歌舞伎町シャーロックというものに出演されていて、実は見に行っておりました全然関係ねえ全然関係ない話した見に行ってきて、ねえやめてよ、おめでとうと結婚とかじゃないよ、なんでやねん、なんで言うねんここで、憧れの先輩の奈緒さんの舞台を実は見に行ってきてて、かっこよかったです、なんか男装してて超かっこよかったよ、ミュージカル49思い出した、みのるくんだっけぽくて、で仕草とかも、え男の人やんみたいな、イケメンのやる仕草みたいな、えあれ女の人な、待ってえ男装やと思ってた、みんな男装じゃないって、やばえ、ね、感想でめちゃくちゃかっこよかったですって送っちゃってんけど、やっちまい、はい、でぐらいでぐらいもイケメンだったし、演出もすごい派手でかっこよくて、なんか目が足りないとはこのことかってなった、あだから舞台って1回だけじゃ足りないね、なんか2回目とか見て、なんか1回目でだいたいこんな感じかっていうのを見てから、2回目でああ細かくもっと見ようみたいな風に思える理由が分かったね、ちかちゃんらしいよね、そういうとこ好きでしょ、みんな推しメンの、ちょっとネジがなんか数本外れちゃってるところ、でもすぐに入れ直すからね。で見に行ってきて、でほんまはね会いたかってんけど終演後に、でもちょっと会えへんくて、ただまあ、差し入れでね、全然本当に大したものじゃないものね、ドリンクとかね、そういうのをお渡ししてくださいっていうふうに渡して、数日後マネージャーさんから、古畑さんから届いてますって言われて、え？あるものが届いてますって言われて、ん？
届くとはみたいななるやん。で今日受け取りに行ったの。チョコ、結婚してじゃない、結婚してじゃない、ありがとうギフト。チョコのなんか差し入れしたのに差し入れ返しされてしまって、えみたいな、えどういう状況ですかみたいな、マネージャーさんにも、え私見に行った側ですよね、なんで見に行った側なのに渡して渡され返されちゃうんですかみたいな。えびっくりしすぎて、なんかすることがイケメンすぎて、なんかびっくり。そうずるい、なんか、あモテる人とはこういうことかってなった。いやギブアンドテイク状態で、なんかいい作品を見させていただいて、差し入れ返しまでされて、なおさんありがとうございます。でもなおさんの連絡先知らないから、連絡先欲しいちょっと X の方で間接的にちょっとお礼を伝えさせてもらおうと思って、もちろん感想もねマネージャーさんに送っていただいたんですけど最後のオチね。あでもまたどっかでお仕事で共演できたらいいなとか、まあ、事務所でお会いできたらいいなとか、だからもっと憧れの先輩にもいいご報告をできるように私は頑張りたいんです。皆さんこれからも今回の連続ドラマの出演権をかけたこのイベントもなんですけど、全てにおいてこれからもわがままでめんどくさくて引きずり女で暑苦しいですが、応援よろしくお願いします。面白い女じゃないんだよもう時間かな、ほんで、あちょっとマネージャーさんから至急な連絡来た。トーク会のさ、トーク会の、あ、写メ会の衣装なんですけど、ちょっと今自分の中でどっちがどっちだっけってなってて、6月15日が衣装を着る日だよね。チームSのカップリング曲を着る日で合ってますよね。お、7位になった。あ、7位になったの？あ、そうだよね。土曜日ですよね。はい。15日です。16日が生誕 T、 ドラフト10周年 T シャツだ。あ、でね、出た、よいしょ、生誕 T シャツやねんけど、ファンの人がさ生誕祭で飾ってくれてたやつ、多分なんか自作の T シャツで可愛くて、これ着ようと思っています。生誕祭のとこに飾ってあったやつで、すごい自作でさ可愛くない？これも着てくれてて、で後ろも可愛い感じで、これをね着ようかなって思ってます。みんなだから16日の生誕、あの16日のなんだっけ、写メ会は生誕 T 持ってる人はぜひ着てきてほしいし、10周年のドラフト、10周年ライブ、サンリオのライブの時の T シャツを持ってる人も着てきてほしいです。これ写メ会でお揃いできましょう。可愛くない？これ自作らしいよ。だからちょっと危ないかもしれんけどって言われたけど、せっかくだからこれを着る。そうで、後ろ向いてるバージョンも撮ったら可愛いよね。最高、本当にセンスを被ろうと、被ってあかん、それドンキー着ようと思うので、ぜひ6月15日16日の写メ会も来てください。15日あとちょっとの分もあるので、そこでいっぱいあの可愛いおしめに会いに来てください。嬉しい。そう、みんなが生誕 T さんいっぱい来てくれてて嬉しいよ。ヨレヨレになるくらいまで来てくれてて、あったよあったよって、なんか混ざっちゃった。来てくれてて嬉しい。そう、写メ会はね来週7日の金曜まだなので、来てね、写メ会も、写メ会もお話できるので、
あ、そう、生誕って言うとドライチキンをさどっちに着ようかなって結局悩んどって。あ、なるみちゃんかっこ見張りたい、ありがとう。くまさん多分生誕ティーが2部かな、なんか3部しかやったからさ、2部2部とかで分けられへん子で、生誕が初めの2部で10周年 T シャツが最後の部かなっていう感じです。ありがとう、いっぱい来てくれて。たくさん歴代のやつも全然いっぱい来てね。公園だとねすごい目立つからね。あ、今日の公園もありがとうね、サイリウム振ってくれたり大きなコール、近くをコールもしてくれたり。でも個人的にさ、もうちょっと一個わがまま言うと、あ、うちわもあったら嬉しいな。うちわもあったら嬉しいな。お、ドライチでティピュードでしか着てないからシャメ替えでも、え、着てきて、シャメ替えぜひ。コール届いたよ、今日めっちゃ大きかったコール、全体的にアンコールも嬉しかったし、ありがとうございます本当に。今日はちょうど10周年の時のライブのうちわ持ってくれてたりしてて、なんか知り合いにね、うちわ10周年のやつプレゼントしてんけど、赤ちゃんがね持ってくれてて、めっちゃ可愛い写真が届いて幸せです。あ、サマーツアーのねうちわもね、みんなの手作り自作うちわも大好き、ぜひぜひ。で、今日私は嘘ついた、公園の締めモバイルの受付今日までって言ったけど明日までだった、ポリポリ。まあ一日早いぐらいがちょうどいい、ポリポリ。ポリポリ。あのね、うちはサイリウムの色が多分電池とかの問題かな、でん、それは何色、水色青とかさある時があって、だからサイリウムとうちは持ってくれてるとより嬉しいよねっていう個人的な思いです。いや見えんのよ、見えるねんけど、念のため。でも思うもライブ中にこうやって持ってくれてるのさ、みんな大変だよね。なんかさ、いろいろライブとかに行かせてもらってさ、こう一緒にさウェイウェイってこうやるけどさ、終わった後ほーってなるよね。だから最初から最後までいつもうちは振ってくれたりさ、アリも振ってくれたり、はあ、すごいと思う。やっぱ振ってほしいよ、推しメンは。ペンライトとかうちわとか嬉しいもん。あと生誕ティーね、来てくれたりとか、グッズ身につけてくれたりとか。嬉しいんだよ。腕あと2本欲しい。なんだっけ、なんか腕出せる、あ、スティッチだ。色が変更できるペンライトは、青色は安定しないのよ。じゃあさ、固定でいいやん。あ、あと10分前か。じゃあ5分前になったらランキング読みするね、13位までの方の。明日の、あ、明日の配信予定をさ、入れとこう。活用してるよ、ちゃんとショールームのスケジュール。あ、ゆきおくんありがとう。くま、明日は9時からすっぴんでもいい？朝はパックしたいからみんなに許可取る。明日は2日は17時半かな。あ、嘘、ちょっと前後、これちょっと変わる確率大。
最後は19時29分だね。 OK。 朝はすっぴんなんですけどね、それが私のショールームの醍醐味です。あれ31分なの？30分に合わせたい。あ、うん、なんで29分から始めて59分までだから合ってるよね。30分で合ってるね。 OK。 7時ね、最後ね、ラストは30分にします。そう、まあ、うん、59分に終わる計算でいく。お、来週土曜の鉄の申し込みました。え、30分の方がいいの？あ、そういうこと？計算的にってことか。なるほどね。確かに、じゃあ30分の方がいいかもね。うん、あのさ、数学苦手やねんけど、30分でもいいじゃん。7時半。じゃあ30分にしとくわ。みんな賢いのね、本当に。理系？半にしとくわ。みんなの方が絶対合ってるから。最後は、あ、でも17時半から19時な気がする。多分、ゆきちゃんとのコラボカラオケ、わちゃわちゃ配信。とりあえず明日のたこ焼きの配信のタイトルは、朝たこ焼き、一人もっぱん配信、どの味付けが優勝なんじゃ多分もう答え出てるねんけど、ポン酢って。もしかしたらね、それを超える味付けが来るかもなのでで、理系の人少なかった。まあ、ソースとマヨネーズは王道なので、それは別として、うわ、柚子胡椒ポン酢、柚子胡椒あるかな。リンゴパンチありがとう、クマ。ポン酢、塩、醤油、オリーブオイル、かっこ塩、やだ、わさびポン酢梅とかどう？梅、あとチョコ。おー、いいじゃん。6個ぐらいしか多分作れない気がする、あの感じ。あ、ハイロー翼ありがとう、クマさん。中身はね、あ、カレー粉ない気がするんだけど。あ、でもさ、あれがあるわ、1個。ビソンに行った時のなんか生かつお節ふりかけみたいな。まあ、できた数の分だけやってみようかな。チョコやってみたくて1回。まあ、10個作れたら嬉しいねぐらい。いや、10個も作れない。まあいいや、考えよう。ランキング読もうっと。今日の今13位までに載ってる人のランキング発表いたします。13位トライ、12位影アットマークメガネ坊や、11位秋、10位赤シャツ、9位ゆうた、8位大空、7位あきら、6位としちゃん、5位ゆかりちゃん、4位ゆきちかアットマーク SK ホテル近く推し、3位ぬっぽん、2位たくみん、1位りんごパンチ。ありがとうございます。ランキングに載ってる人も今載ってない人もみんな見てるからね。ちゃんと可愛いアイコンいっぱい、可愛いアイコンいっぱい見てるからね。コメントも一緒に盛り上げてくれてありがとうございます。くまもありがとうございます。今日も明日は9時にショールームに集合です。ごめんね、なんかちょっと今日は私の情緒が怪しくて。怪しいこともあったよね、30分前。みんなのおかげで少し復活しました。ありがとう。いっぱい聞いてくれて、いつも味方でいてくれて、自己肯定感をこれからも一緒に上げてくださると嬉しいです。今の自己肯定感、これが底辺としたらこんぐらい。
まあちょっとあるね、まあ、どこもマックスっていうかにもいるけど、これ絶対なんだろう、このクマの生誕グッズでいる、また作るわ、私の自作画伯ステッカー。最後まで皆さん応援よろしくお願いします。イベント今は8位ですが、最後までまだ分かんないし、もちろん目標は1位2位の連続ドラマ出演権を獲得したいし、あとこのクマちゃん の, あの人数も必要なので、ぜひ私推しの方以外の方の力も貸してもらいたいです。よろしくお願いします。応援のほど。絶対いらんやろこのぬいぐるみ買って、愛着湧いてきた。ファイト、ありがとう。今からでもあれやるわ、制服の未公演を覚えなきゃだから、あと鉄名も思い出さなきゃだから、ちょっと忙しいかも来週。 S 出て目出て鉄名か、楽しみだね。明日に向けて1から18へ好きな番号よろしくお願いします。 あれかお馬さんか、あリンゴパンチありがとう。クマさん、1から18へ好きな数字か、19って言おうとしたらダメなのか、これ直感だよね、こういうのって。好きな数字13。よくさ、先週もトーク会で聞かれたわ、何がいいって。しかもちょっとボートレースしよう、なんか競馬はね難しかったの私、ボートレースしようと。ちょっとあの落ち着いたら、今日このイベントが終わったらやろう。あれ昨日の配信で3って言ったっけ。あでもね3がいいっぽい、13か3とか今ね。分かんないけど、みんなの勝利の女神にもなれるように頑張らせてください。ありがとう、笑顔にしてくれて今日も。あと1分だ、今日のノルマ。またね、明日は9時だよ。アイス食べちゃったの、もうめっちゃ眠くなってきた。一旦お風呂入るわ、バイバイ。ありがとう、今日もいっぱい幸せに笑顔にしてくれて。1分が長いね。